とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、マタロウの必殺技ランキングやっていきます。まずマタロウの必殺技3つありますね。まず1つ目、シャイニングエール、そしてシャイニングローリングスクリュー、最後にシャイニングヒールですね。さあどんな必殺技なのか、まずは見てみましょう。ではまずはですね、シャイニングエールをやっていきましょう。シャイニングエールは使いやすいですね。仲間全体の、能力値アップになります。もう全ての能力がアップするので、まあ、どこでも使っていける、まあ、主体となる必殺技と言っても過言ではないでしょう。シャイニングエール、続いてシャイニングヒールですね。マタロウ、まあコバくんほどではないんだけども、一応ヒーラーとしてもやっていける感じですね。でもじわじわヒールなので、回復量はねそこまで期待はできません。まあ吹雪さんと同じ感じですかね。はい、行きましょう。シャイニングヒール、それでは最後の必殺技、シャイニングローリングスクリューですね。長い名前だね本当に。まあ、ローリングスクリューは一発一発は、まあ高いダメージとはとても言えないけども、まあぼちぼちダメージを与えれます。でもなんだろうね、その場でねぐるぐる回ってくれた方がまだ良かった。通り抜けちゃうんでダメージがね出せないんですよ。高ダメージが出せない、なのでちょっと使いにくいですかね。シャイニングローリングスクリュー、僕は負けない。それではマタロウの必殺技ランキングやっていきましょう。マタロウの必殺技第3位はシャイニングヒールですね。シャイニングヒール、まあ吹雪さんの、回復と似てるんだけども、回復量がね少ないんですよね。めちゃくちゃ少ない、なのでもうあるのもないのもあんまり変わらないぐらいのレベルです。なのでほぼほぼ入れなくていい必殺技ですね。第3位はシャイニングヒールです。続いて第2位、第2位はシャイニングローリングスクリューです。まあ唯一の攻撃技になるんですけども、まあ弱いね。これをね、まあ全部ね、全部当たり判定のところを当てれればまあ強いかもしれないけども、当てるのがもう至難の技、ほぼほぼ無理です。なのでアタッカーとしてはとても使えないかな。もともとのステータスが弱いんでね、ちょっと弱いので、無理っていうところですね。第2位はローリングスクリュー、そして第1位はシャイニングエールです。まあ、この必殺技だけは、まあ、そこそこ使えます。パーティーでこれを使ってくれると、まあ、底上げできますので、まあ、悪くない必殺技ですね。でも、まあ、アタッカーとして使えないし、バッファーとしてはね、まあ、微妙なところ、ヒールができないんでね。まあ、マタロウ自体こういう感じでしょうかね。では、まあ、マタロウの必殺技の構成を見ていきましょう。まあ、ソロでやるっていうならば、まあ、ローリングスクリューは入れとかなきゃいけませんよね。ヒールはほぼほぼ意味がないので、まあ、ソロでやるならば、ローリングスクリュー3で、エールが1ぐらいですね。で、パーティーでやるならば、エールを2でいいと思います。エール2の、ローリングスクリュー2で、いいかな。まあ、マタロウそんな見ないんですけども、それでいいんじゃないでしょうか。では、マタロウソロで夜の学校行ってみましょう。やっぱりね、このローリングスクリューがね、くせ者なんだよね。本当に。これがね、本当ね、うまいこと回ってくれれば、そこそこダメージ取れるんですよ。
一発6000ぐらいを7回ぐらいダメージ与えるので、あー悪くないダメージなんだけどな。ちょっとね、回り方が、うん、こっちで操作できればいいんだけどね、操作できないんですよね。もうちょっとなんとかマタローできないもんかね。うまいことを端っこに寄せてしまえばそこそこ与えれるそこそこ、それでもそこそこ、これはなんだな、次のアップデぐらいで強くならないもんですかね。まあ最終的に強くなってくれればいいんだけども。よし、ではそろそろ終わりですね。やっぱ若干時間かかるね。時間かかるわ。ローリングスクリューのこの命中率、もうちょっとなんとかなれば強いんだけどな。はい、まあマタロですね、今後に期待だね。はい、ということで今日はマタロウの必殺技ランキングなどやってみました。今の現状ではね、ちょっと使いにくい、キャラクターだけども、ちょっとね一工夫、運営さんが加えてくれればこれ強くなると思うんだよね。まあ今後に期待のキャラクターですね、マタロウ。ではですね、マタロウの他にも12体妖怪ヒーローおります。それのねランキングやっておりますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや